しかし、この人たちがこういうの掃除に来てるんだと、いうことをしたら、待ってたら、OK が出た。そしたら、一生懸命その入り口から掃除をしていたんですね。そこへ天皇陛下がいらっしゃって、はい、遠いところありがとうと、いうことをその始まって、そしてその、まあ、宿泊はまた別のホテルへ行って、あるいはその米も持ってるし、はい、あるいはそのそういうのを準備して自炊をしながらこう名前が変わった、これがその皇居奉仕の始まりでございます。始まり、それが新聞に載って、そしてまたこれがまた全国に広がって、全国から我もと、はい、沖縄県からはいつから始まったのでしょうか。はい、沖縄県はこの復帰直後ですね、間もなくやりました。1972年の5月15日が、沖縄県の祖国復帰の日なんですけれども、はい、その秋から、その秋からですか。はい、はい、で今回で第40回をその、やりました。どういうことを、はい、あの皇居は30万もあり坪もございますので、掃除はしてもしてもやっぱり尽きないもので、例えばの話、紅葉の頃だったら今放棄したかと思ったら、はい、また落ち葉が落ちてくるんですね、やりながら落ちてくるんです、はいまあ、そういうと広いもんですから、そういうことも掃除はやりますけども、それだけじゃなくてこういうこともございました。賢所のその中も本来は入れないんですよね、はい、特殊なその方でないといかんけども、私たち沖縄はその賢所の中もこのお掃除が、お掃除で、でただそれだけじゃなくて今度はその迎賓館で、外国のお迎えする時の昼食会の、はいまあ、銀の皿とは言いませんが、まあ、そういうその貴重な皿も食器もこう磨いたり洗ったりして、それともう一つはそのご婦人の場合はまたアイロンかけを、はい、もうですねしたりしまして、それから一番また恐れ多いことは、はい、向こうにはですね最近は、はい、琉球のそうや桜があるんです。琉球の桜ですか。はい、要するにそのこれはその天皇陛下苗を持ってきて植えたと思ったらそうじゃないんだって、はい、名護に行って、あの種から天皇陛下が育てた、これは昭和天皇いやいや近所天皇がでそれをですね賢所の周辺、植えられてるんですよ、これも内緒だった、内緒で、これ育つもんなんですかね。そうですね、気候の関係とかがね、やっぱりねあのちょっとその咲くのが早いですけどもね、やっぱりその最近は落ち着いて桜の頃にやっぱり咲きますね。そうなんですか。周りに合わせるんでしょうか。植物っていうのもやっぱり生きてるんですね。生きてるんですね、順応性が出てくるのか、そしてやっぱりねあの真っ白のその桜の中にソメイヨシノに比べて沖縄のそのピンクのね、はい、これがまた映えるんです。あでしょうね、なんか目に浮かぶようですよ。でそれをですね、天皇陛下がこのご公務なさると皇居のご公務なさる場所はね、そこで毎回通るところなんです、はい、天皇陛下のお通りになるところ、はい、我々の場合はここは沖縄通りだそれだけかと思ったら、今度はそのあのだあの小さな花で紫のあれ何だったっけな、蘭花ですか、うん、花であの紫の花、富士じゃなくて沖縄の、あ沖縄の花、うん、紫の紅バラとか、うん、あの小さいね、あのなんだろうね、スミレ、あスミレですか、あスミレがね、はい、内地のスミレと違うんですよ。沖縄の鮮やかなんですね。これが桜のところになんか自然と生えてるみたいに植えられてるんです。これももちろん天皇陛下の種から、
これもね、皇居の奉仕の方が、はい、普通の人はここは掃除させない。沖縄だけ特別ですか？係官がですね、こっちとこっちとこっちとこれは触らんなと、はい、なぜなら最初知らなかったんです、これをあまり綺麗にすぎると僕クビになるからなと、係官が言いますよ、はい、そうしたらね、この花はこの沖縄から持ってきたもんだということね、スミレだということがね、はい、なるほど、見たらうちなのスミレでした。そうなんですか。これ掃除はまた陛下がなさるとかですか？いやいや、陛下がなさらんで、やっぱりこっちはしないでと、こっちは、ね、あまりきれいにしすぎると係官に注意があるみたいな。あ、なるほど。こういうことがあるんですよ。じゃあの天皇陛下 そのお庭をきれいに、その皇嗣会の方々がきれいに掃除したもんだから、そしたらその係官が、はい、雑草もきれいに取って、きれいになりましたと言ったら、誰が雑草とつけたのって。ああ、そっか。陛下が。もう神様ですね。ですよ。だから私は思ったわけ、この一輪の花を愛する人は一億の民の心ぞ知る、と読んだんです。で、無駄はないっていうことですね。すべてを愛していらっしゃるっていうことですよ。が心が分かるんです。花の一輪が愛せない人は一億の民の心は分からん。そうですね、はい、まあ、仏教用語で言えば即日本という悟りですね、これね。悟りですね。やっぱりそういうお方なんですよ、天皇陛下は。はい、だからそういうことを、その皇居奉仕で仕事、なんていうか清掃ばっかりしてるかと思ったら、こういう楽しみがなんか半分は喜びですね。発見もあり、喜びもあり、感動ですね。陛下 あの御心の一端を伺い知ることができるというか、ね、行くたんび新しい発見が毎回あるコースが違うんですね。あ、そうなんですね。30万坪ありますから、もう見るものも違う。また前はそういう感じなかったけど、今回はこういう感動をするとかですね。なんか他府県からもいらっしゃるんですね、はい、全国から10件ぐらいが集まって、いらっしゃいますね。そういう時にまたその天皇陛下と その拝謁じゃなくて護衛職というのがございまして、我々は仕事着を着たままでございますが、拝謁といったら背広を着てちゃんとした、謁見ですけども、そうじゃなくて、本当に気楽に会釈と書いて護衛職というふうな、ご対面ですね。もう本当に自然なあれで、その中でですね、平成、即位10周年の時にですね、私は NHK を見たんです。ちょうど平成11年ですね、その時にですね、 NHK スイッチ入れたらですね、天皇陛下の即位10周年の記念応援をしているのに、その曲が流れるんですね、その時に断食カレーシみたいなのが流れるもんだから、私が耳を疑って、もうびっくりしまして、翌日宮内省電話したら、これは皇太子殿下がお作りになった、そして曲は皇后陛下を入れたものでございます、そういうその断食カレーシの曲を聞いて、もう本当に慌てまして、そのことを翌年の平成12年に、その皇居奉仕の時の拝謁の時に、お会いしたら、ああいうところで歌は歌っちゃいけないんですよ、あるいはその余計なことも、君がよもうさっきは歌っちゃいけない、万歳だけですけども、もうそういう緊張の中で、そのみんなその誕生仮死をやったというその関東があるもんだから、お天皇陛下とお会いした時はもう感動極まってしまって、誕生仮死のこの歌を自然と流してしまう、歌っちゃったんですよ、そしたらみんな歌い始めたんです、そしたらうちのメンバーが、やめなさいと、規則上、
行ったもんだから、みんな一瞬びっくりしてやめてた、はい、そしたら今度逆に天皇陛下が一方に見事身近に来てから歌ってくださいと、続けてくださいと手を差し伸べてお願いするんですね、はい、ところがそこでもたまた今度その皇后陛下も、もう一度お願いしますと、お願いしますと、もう我々は涙いっぱい浮かべて、もう精魂込めて最後まで歌い切りました。よく歌え、涙泣きながら歌うっていうのも大変なことですよね。もう声も出ないですよね。出ないです、ね、歌とならんけども、まあ、これだけ40名ぐらいですから、みんなの力を借りて何とか歌い終わりました。本当はああいうことはしちゃいかんことだけども、天皇陛下から逆にお願いされるというね、やっぱり侍従たちもちょっとその、もう戸惑っておりました。そういうね、あのことがある皇居奉仕会なんですよ。毎年春にいらっしゃるんですよね、はい、毎年4月の桜の満開を狙って、行っております。やっぱり行くたびにですね、天皇陛下は沖縄の方ということでね、非常にその丁重に、話す時間も配信の時間もやっぱりその長いです。普通は 2,3 分でご報告を受けた終わりですけども、天皇陛下からの質問が多いんです。陛下からの、はい、どういった質問があるのでしょうか。例えば国立劇場あれ良かったですねとかね、あるいはその甲子園、あれ良かったね優勝した時のあの喜びをね、あの満員を浮かべるって喜ぶということ、我がことのように喜んでくださったんですね、ああいうこと普通 しちゃいけないんですよ、一県の。そうですよね、他府県の方もいらっしゃるわけですからね、いらっしゃるんですよ、やっちゃいけないんですよ、やっぱり平等になるだけどもね、あの時ばかりはやはり、ね、陛下も、かと思ったら皇太子殿下もそうでした。また翌日は皇太子だったんですけども、はい、広宮様は、同じように喜ぶ甲子園、おめでとうございます。なんかそういうことがその楽屋監督にも伝わったみたいです。あ、そうなんですね。それで楽屋監督も奉迎委員会に入られてるんですかね。そうですね、やっぱりそういう思いがまだ終わりのようで感動しましたですね。だから沖縄に対する思いというのがちょっとその我々には想像以上のものがございます。毎回行くたびに、もっとびっくりしたことがね、あの国立劇場、あの国立劇場は実は皇后陛下の発想なんです、沖縄の組踊りを大事に してくださいと、そういうことを言ったものが、あれができるといいねか、これができちゃったんですね。あ、そうなんですか。そして今度はその国立劇場ができた時にもですね、その前の年に、この国立劇場の進行状況を見て、もうここまで来ていますよと、もうすぐですよと、で、ね、できたら沖縄に来てか、こけら落としはしたいと申し上げたらですね、そうですね、係官ともよく相談してできるだけ行けるようにしますと、それが本当に来ちゃったわけ。そうなんですね。直訴ですよ。それもいけないんですよね。玉木さんが直訴されたんですか。直訴もうなんか役割がすごいですね、玉木さんの。いけないんですよね。やっちゃった。なんかタブーをいっぱい破ってもう大物ですね、玉木さんは。本当にだから感動の連続ですよ。いや行くたびに。いや